関口さとみ役の夢咲ねねです。何年か前に、ドラマの東京ラブストーリーを見ていて、なんて面白いドラマなんだと思ってドハマりしまして、一気見したことをずっと覚えてまして、その作品に出演することが決まって、驚きとともにとても嬉しく思っております。心の優しい女性だなと感じています。保育園の先生もしていることから、他の人への与える愛を優先できる人だと思うんですが、それが恋愛をして自分の本当のところを見つけ出し、そこと向き合いながら、人生学んでいく女性なのかなと思います。自分と通じるところはあまり感じないんですけれども、強いて言えば親しくなるに従って、どんどん私も頼み事とかは断れないタイプで、自分をどんどん追い込んでいくタイプなところはちょっと似ているかなと思います。はい。恋をしているときは多分誰もが分かるぐらい顔に出てると思います。誰もが耳にしたことがあったり目にしたことがある、とても有名なこの東京ラブストーリーに関口さとみという役で参加できることを本当に嬉しく思っております。原作を大切に、そして演出の豊田さんに導いていただきながら、今回のキャストでどのような化学反応が生まれるのか、新しいラブストーリーが生まれるのか、私自身とても楽しみにしております。皆様にも楽しんでいただけるようお稽古に励んでまいります。ぜひ皆様見にいらしてください。お待ちしております。